お疲れ様です。なんか最近、令和の米騒動とか言って、お米がスーパーに行ってもないらしいじゃないですか。実際私もスーパーに何軒が行ったんですけども、あ確かにないなと思いましたね。でもインターネットをこうやってね、検索する、米1 0キロで検索すると、まあいくらでも出てくるわけですよ。送料無料とかね、安いやつとかね。もちろん、若干高めではあります。全体的に見ると。ただね、私思うんですけども、 スーパーにお米がないっていう現象っていうのはね、テレビを情報源としてる人がもう未だにいるわけですよ。そういう方が米がないよっていう風な報道を真に受けてスーパーに行って必要もないお米を余計に一袋二袋買うから起きることだと思います。ね。こうやってインターネット検索するとお米がね、たくさんあるってことに気づきますんで、そうなると別にスーパーに買いに行かないでしょ。通販で買えばいいわけなんで。 ちなみに、こういったところで買ったお米を小分けしてメルカリで割高で販売する手法ってのがね、今、流行ってるみたいですけども、食品をメルカリで売るってのは私、おすすめしませんのでね、うん、その件については注意した方がいいと思います。はい、で、こちらのお米、楽天市場で、春陽というね、ちょっとありがたそうなお米があります。クリックしてみます。ね、上上海の幸どうになんだ上島かな四国ですね。 えー、5777円で送料込み6000円若干高めですよね普段スーパーで買っていらっしゃる方って3980円とか4280円とかで買ってらっしゃると思うんでプラス1000円とか2000円で買うことになると思いますでもそもそもお米ってこのぐらいの値段なんだと思うんですようんはいそれからねすごいですよ1 0ロで1万2000円みたいな高級米もありますねはい D ショッピングこれはどうでしょうか 見てみましょうか5キロ袋が2つで4,980円送料込みこれは割といい値段じゃないですかねこれだったら別に困らずに買えるでしょあ在庫なしになってますね残念でしただから1 0キロ5 0 0 0円以下のお米ってのはもしかしたら集中して買い叩きに合ってるかもしれないですねえー、それからねあ在庫なし結構目立ちますねドン・キホーテのコシヒカリってのがありますよ 1 0キロこれいくらだろうえっ、ー、と、値段出てないですね。まあでも、ドン・キホーテでもお米は売ってるらしいです。はい。次。これはいくらだろう楽天でコシヒカリがあります。1 0キロ5キロ袋が2つ。8421円。結構な高級米ですね。でも、 お米 10kg を8,240円ってやっぱりこれを高いって感覚はなくした方がいいと思いますねだって、ね、5000円以下のお米ばっかり買うから農家さんが儲からなくて困ってるわけでしょで農家さんが儲からないからやめちゃうと困るのは結局我々ですからねだから農家さんを応援する意味でもやっぱり1 0キロ6000円とか7000円は受け入れていかないといけないのかなと思いますコシヒカリ 10kg これはどうでしょうかいくらかなー 1>, 1万2千円以上の寄付でもらえるつまりふるさと納税ですねふるさと納税で1万2千円以上寄付すると税金の控除を受けられた上にこのお米がもらえるってことなんでふるさと納税と組み合わせてみたらいいんじゃないですかあ定期便ってのがありますこれはいいと思いますよこれね1年間自動的に送られてくるんですよ20万円以上のふるさと納税の寄付でもらえますんで20万以上のふるさと納税だったら結構してる方はいるんじゃないですか うんいいですね。あと一個ぐらい行きましょうか。はい。これ、コシヒカリ。あ、返礼品終了しましたってことでございます。うん。他にないかな。これはどうだヤフーショッピング。ね。ヤフーショッピングだったら誰でも買えるでしょ。これいいじゃないですか。5,582円。今日見た中では一番安いですね。はい。あ、でも、入荷待ちになってます。 やっぱりこの辺の1 0ロ六6 0以下のお米ってのは品薄か品がれの状態みたいですね、うん、まあ今お米の値段が上がる時なのかもしれませんうんやっぱり安いお米を食べてらっしゃった方ちょっと高いお米でもいいから食べてみるといいんじゃないかなと思います結構ねお米にはお金をかけた方がいいなってことに気付けるんじゃないかなと思うんですよとは言っても家計には限界がありますからね 私も無責任なことばかり言うわけにはいきません。うん。そういう場合に、か計応援米ってのがあるんですけどね。はい。家計応援米。えっと、これですね。これね、はっきり言ってあまり美味しくないんですよ。うんうん。 これをね、私は備蓄米として1 0 0キロ持ってます。8キロメルカリ2100円。これ2100円らしいです。一気に安くなりましたね。ただ、本当にね、あんまり美味しくないです。<laughs> あの、カレーとかね、丼物に使うようにしてます。チャーハンとかね。お米自体で美味しいって感じないですね、これは。申し訳ないですけども。これ私の感覚ではあるんですけども。はい、暮らし応援米。これはどうでしょうか2 0キロです。あ、これも返礼品ですね。 はい。まあ、このぐらいにしときましょうか。お付き合いいただきましてありがとうございました。